ってさ、あれでしょ、うちもさ、7-4-7-7-3-7だけど、うん、これ28分だと思ったよ。あ、トミーさんは痩せない？いや、髪切っただけ？確かに。いや、髪切ったんだな。痩せたか髪切ったかどっちか。ああ。思った、めっちゃ痩せた。痩せたよね。痩せた気がする。わかんない。夏に向けてダイエットしてる。暑いかな、やりたい。私もそこ滑りたい。持ってくればいいのに、今度からダメって言ったからね。そうなの、ボーンしてないから。まあね、まあ、ここで不満言うのも違うんだけど。言われた、まあ、普通のことだわ、うん、冷静に普通だ。トミーさんめっちゃ痩せたな。やば。なんか細くなった。なんかそこら辺が。そう。この先ほど視聴激しくない色の。オレンジ、赤、僕見て。僕見て。みんな青系なのにさ、確かに。まだ色っていう指定書に書いてないから。わー。おー。やば、むずそうこれ。おー、やばい。きれい。きれい。やばい。やばい、やばい。心の動揺が。あ、おはよう。おはよう、年や。おはよう。ああ。え？何やってんだろう。めっちゃ無駄なのだって。今年もできるようになりた。これやばいね。できんじゃね。これ怖くて練習できない。練習する場所ないもんね、うちは。綺麗にさ、ここだけなんか水たまりみたいな。
ね、綺麗。スティックないのとあるのと違うかな。違う、全然違うと思う。スティックあった方が運転するとかそういうわけではない。でもなんか邪魔。ああね、軸がぶれるから。そうか、手で安定取るから。あ、そうそうそう、なんか別のとこに体重かけるあれがむずい。慣れたら楽なのかもだけど、うん、あ、28。じゃあ新刊のさ、稼ぐっていくらだと思う？え？ああ払ってないから。え？いや残り2万しか払ってなくて、いやなんか神宮に言われたらしくて。マジ？なんかない、2万で足りるかな。え、でも500、一口で500円だから。1万5000円ぐらい。そんな来た？30人だってさ、先輩の靴みたいなやつがさ、10。え、もうこれで終わりてんの？無理や。無邪気。声が無邪気だった。おー、すげー。やばくない？めっちゃ硬い。すごい、ケーキが。カパカパってない？片足ずつ少しは違う。今全然見れないわ。これはできるなと思うよね。うん、すごい。え、分かんない、パックとか無理だよ。まあ、スケートはなんかかろうじてみたいな。すごいな。全然帰ってほしい。練習してもらってたいな。どのくらい大きいの？はい、運転手入れる。あ、よかった。時間が寝たい。食べてくれたって思って。あと1分半。ちょっと続いてる。てか、ママさんママだから17分だ。いいかな。大丈夫ですか？大丈夫ですか？はい、です。また来る。
言う？いや、任せるでかい。